はい、大家好、こんにちは、シャンメイです。本日もマージマンションやっていきたいと思います。昨日の動画はね、編集してあったかと思うんですけど、これね、設定で 2GB を超えるとね、動画が2つに分かれるって設定にしてあったんで、45分超えたあたりでこうブツって切れて、2分ぐらい別になってたんで、それだけくっつけたっていう編集でした、昨日は。さて、カーペットの傷んだ部分を修復する。はい、作りましたよ。さあ、ピカピカのカーペットです。これでね、カーペットはもう2枚とも新品に。これって多分1枚で引いてんだよね、この長さを。やばいね。ダクトテープだー、ダクトテープだ。なんか在庫あったっけ？バネぐらいまでしかないね。いや、待って、ダクトテープが鬼のようにいるんだが。マジ鬼なんだが。はっは。いやー、参った。ダクトテープ行く前にもう、そうだな、ドリル、ひょっとしてこの糸のこみたいなやつまでできるかもしれない。あー、洗剤欲しいな。これ分解してもいいけど、ちょっと出すか。ちょっと待って、これ洗剤が、一回こっち行ってきていい？ 49 だ。まず出す。あ、全然いつも出る、重さ何キロってのも出やしない。あんまり低いと出ないのかな。お?どうだ ?34 キロ。いや、どうだったんだ。これまだ今回釣ってなかったのかな、っぽいね。えい。いきなりレベル8が出るのはすごいね。おお、よきよき。帽子までできた。あとはもうひたすら出していくか。よしよし。重さは出ない。今回ね、やけにマダイだけ出るんだよね。あ、でもマダイが本来出やすいのか。今まで割とね、今までのイベントだと割ともうちょっと平均的に出てた気がする。あ、でも本来こんなもんなんだろうね。今までいろんなのが綺麗に出すぎたからな。レア。へい。8、9、10、11、ん?あ、もう切れてんのか。へい。こうか。いやー、50ぐらいあっという間だね。切れるのが。よし、もうちょい。もうちょい。お、いいぞ。いいぞだけど、スペース。スペース。ちょっと待ってね。あんまり良くないけど、まあ、とりあえずこれで。
窓と外枠を掃除する。はい。おお、窓がきれいに。はたき。作りかけなんかあったっけ？水切りワイパー。極端。じゃあ。はたきまで作ったらば。これの上だからね。最近はでも畑もそんなに強敵じゃなくなってきたよ。かっこ震え声。いやまあ、そうだね。でも、ロッカーの切れるのが早いからな。油断してるとあっという間に。あっという間にね。ちょっと待って、よくない。何しまう？これかな。お、いいぞいいぞ。じゃあ、畑を収めよう。ほこりを払う。はい。で？あ、すぐ行けそう。テープメジャーをね、作りますかね。えい。窓の下の壁にくぼみを作る。やっぱこのくぼみあるとないで全然おしゃれさ。待て、ダクトテープかける2だと？なんだと？いや、こんなにいるんだな、ちょっと出しときゃよかったな。一回ね、バブル出たんだよね。でね、60何本だったからね、ダイヤ。出しといてもよかったかもしれない。一回これは売るか。さあ、スペースもね、いい感じにあるんで。まずはね、ちょっとこの小銭を稼ぎつつですね。小銭をね、こう、稼ぎつつ。ね。やるか。もうあれだね、ダクトテープしかないね、目指すは。いくぜ。これしかないもん、やること。こんなん後回しだ。後回しだけど、一個入れといてもいい気もする。でもすぐできるよね、レベル7ぐらいなら。ないね、コード自体が。たまに本当にここから出るんだっけって疑わしく思う時ある。疑惑。あ、そういえば聞いてください。昨日ですね、もう明日話そうと思ったけど今日話そう。昨日ね、母とちょっとお出かけしたんですけども、まあ家から5分の車で5分の公民館へ公民館へお出かけしたんですけど、公民館というか、役所というか、にお出かけしたわけですけど。なんでかと言いますとですね、昨日は、その公民館のところで、役場のところでですね、まあ、そこは図書館も兼ねてるんですけども、不要になったというか、まあ、期限を過ぎたような雑誌をですね、配りますよと。いうわけでですね、ちょっとどんなのがあるかようわからんかったけど、とりあえず、なんかいろんな雑誌見れるチャンスと思って、ちょっと、
行ってみたわけですよ。まあちょっと母が行きたいって言ってたんで、なるほどと。で、なんか最初はね、駐車場が混むと思うから、誰か送迎してほしいなっていう話だったんだけど、でそれなら自分も行きたいなと思って、で、まあもしどこにも本当に止めれんようだったら、母だけを送り届けて、私は帰りますと、一回。1時間後ぐらいに迎えに来ればいいかいって感じで。できたわけですが、まあ、なんとね、ちょっと自分結構甘く見てたんだけど、そんなね、地域の公民館のさ、ちょっとした、まあ、地域のっつってもね、まあまあ大きいのかな、図書館としては。図書館でさ、そんなに駐車場がさ、しかも臨時駐車場とかまで作ってあるから、そんなとこまでさ、絶対使わんやろって。っていうね、ちょっと甘い考えがあったんですけども。まあ、行ってみたら。まずね、別の催し物もやってんだよね。別の催し物もやってて。で、これどうしよう。ハサミ使うか。別の催し物をやっておって、で、さらにその本、雑誌を配るイベントやってたから、朝のさ、9時ぐらいだというのに、しかも配るのは9時、多分15分とかに着く感じで行ったのかな ?15 分とか20分ぐらいに多分着く感じで行ったんよ。9時半から配るって言ってたから。そしたらもう、駐車場、通常のね、正面の駐車場みたいなところは、何台ぐらい止めれるんだろうな、あれ。でもまあ、2、30台は止めれるとこなんだけど、その正面。2、30台その駐車場はすでに完全にいっぱいで。で、第2駐車場もね、いっぱいでね。で、なんかね、あと3箇所ぐらいあるんだけど、臨時駐車場みたいなのも含めて。その、第2駐車場はいっぱい、第3駐車場が、第3駐車場がね、なんか閉鎖されてて、第3駐車場が。そこが一番近いんだけど、臨時だと。なんでこの目の前のこいつは閉鎖されてるんだっていうね。で、その第4駐車場みたいなところがギリ、そのあと5台か6台ぐらい止めれるぐらい残ってた。危な。後から来た人もダメだったんちゃうかな、あれ。しかもね、別の催し物もやってるからさ。それも合わせて多分。それがなかったらもうちょい空いてたんちゃうかなって思うけど。あとなんかやっぱ公民館みたいなとこだから、そのなんか他のの発表会みたいなのもなんかやっててね。その本の件とは別で。まあそんな感じでしたね。それでまあその整理券が配られててすでに。母先に下ろして、やっぱ、ちょっと歩かせるのかわいそうだから。母を先にね、目の前のとこで下ろして、で、自分はちょっと、ちょっと遠い駐車場まで行ってきて、歩くのにでも、徒歩5分ぐらいかかる。うん。そこの駐車場、もうちょっと使っちゃおうかな。もうこれくらいにしとっかな、でも。で、自分がたどり着いた時にはね、多分9時、で
でも25分ぐらいだったのかな、自分が着いた時は。違うな、多分半は超えてた。9時半はちょっと超えてたと思うんだけど、整理券が配られてて、整理券何十何番とかでね。でも50番近かったかな、整理券。っていう順番でね。で、まあ、でもそこまでその、街中の図書館とかじゃないからさ、どんな冊子といえども、どんな冊子があるのかな、そんなに期待せずに行ったんだけどね。結構見てみたら面白そうな冊子があったからね。10冊ほどもらってきたよ。あのね、10冊が一応限界の値。10冊までです。でも逆にこれもらわない もらわない魚って言おうとしちゃった。もらわない本はさ、処分かなんかになっちゃうのかと思うとね、ちょっとそれはかわいそうだよね、本が。どうせならまあね、10冊もらっときましょうって。もらってきた。なんかね、まあ旅行系の本と、これ収めちゃおう。そう、旅行系のね、ガイドブックみたいなやつと、まあ、いかんかもしれんけど、ガイドブック見てるだけで楽しいからね。と、ちょっと英語の本と、どうしようかな。ダクトテープ作るまでもう永遠とだよね。他にやることがござんせん。あとは何もらったっけな。そう、なんかちょっと英語の本と、あとはね、DIY の本と、DIY の本と、あ、そう、旅行の本2冊もあったか。2冊もあって。で、DIY で。あ、キャンプの本。キャンプのね、キャンプギアの本とかね。あの辺と、キャンプの注意事項みたいな本とかね。もらって、なんかちょっと料理の本ももらっといて、あと、なんだったかな。あと、美術系の本もらって、なんかね、近代美術のいろんな人特集してる本があったから、それもらって、あと2冊なんだったかな。あ、でもあとはやっぱり、キャンプ。まあでもそんなとこかな。あとなんか似たようなものもらったと思う。いろいろ。で、その後で、あ、終わった。その後で図書館の方にもまあ寄ってさ、隣が図書館だからさ、その催し物やった隣の図書館のところ行って、で、久々に行ったからさ、どんな本あるかなっつって見て、建築系が結構好きだから、全然詳しくはないんだけどね。詳しくはないんだけど、建築系のなんかいい感じの本ないかなっつって、なんかお城の本とかね。お城系とか、あと西洋建築の本とか、あの辺をね、借りまして。あとね、すごいテンション上がったのが、廃墟の本が。いや、こんなね、田舎の図書館にはね、廃墟の本なんか入れてくれてないかと思ったらね、あったんですよね。で、あっと思って見つけて、あ、この辺に何冊かあるんだと思ったら2冊しかなかったけどね。よし、じゃあ今回はここまでかな。いやー、進まねー。そうねー。いや、でもまあ、魚、ラッキーキャッチの方は、まあ、そうだな。これはもらえるかなーぐらいかな。レベル3のやつは。それくらいかな。あとはって感じだよ。これ、どうなんだろうね。まあ、釣った魚はね、なんか、何期かかけて、じわじわご褒美はもらいつつあるんだけどっていう感じ。じわじわ。いや、でもやっぱ上位のこの3つは全然だね。サワラはな、カマスサワラはなぜか、全部もらってる。意外とこのルース、じゃあ、ルースターフィッシュか。
これが全然釣れてないんだよ。ね。ルースターフィッシュ。で、ウルトラレアのターボン。で、レジェンドのキハダマグラ。そして、アルテミットの黒カジキ。この辺が全然だね。黒カジキだって、570キロ以上って。うおー、何倍だ自分の体重の。絶対引き上がらん。十何倍だぞ、これ。いや、あまり数字は言わんのか。やばい数字だよね。じゃあ、もうここまでかな。やることがもう、あとは体力回復して、これをまたやってっていうぐらい、しかない。ダクトテープ。やばい、もうダクトテープ、マジで、前にすごいいるなって撮ったけど、それ以上だった。甘かった。よし。というわけで次回も頑張っていこうか。ダクトテープ1個は作れてるといいなって感じです。では、ご覧いただきありがとうございました。また次回配信でお会いしましょう。失礼します。